八王線は台湾台南市の新栄区と竜栄区を結ぶ台湾東京公子台南区所が運営する観光系弁鉄道。給水形況八王線は全長 4.6km、片道約30分。台東の運行する5カ所の旅客営業路線中で最長距離である。沿線は田園風景が広がり、大部分の区間は過去に営業していた学校線。 固定線と重複している。観光列車は、学校線時代の中間駅を通るが行き違いなどの、運転停車を除いて停車しない。昭米引くか竹士高期駅間で通過する、給水、谷橋は、見どころの一つであり、終着の八王駅は、台湾最大の落農地帯であり、統一企業、味、全高専牧場などの乳製品大手に納入している。 乳牛の家牧場との共同で五分社の駅が新設されている。中高駅は新鋭当省の評量所と実験室があったが2001年に正当事業を停止し、2003年に五分社の始発駅として改築された。2016年に台南市政府は新鋭区再開発計画で八王線の新鋭駅延伸を打ち出し、 廃止された新鋭中高の軌道を復活させている。新鋭中高科竹志高機大内木科。治郎屋。ABCD 台湾東業講師古墳社英文。資料2017年12月7日。台湾東業古墳有限講師。政府資料開放平螺大中高。大内機関係堂北台南都心鉄道地形公園企画。台南市政府都市発展局と発局会あたる。 2016.6、14市政創出準有赤新鋭企画議題、台南市政府新庁以前の一帯の地名は、か、たけしごちん、か、たけしごほであり、日本統治時代に、か、たけしごほとなり、廃止前の駅名は、か、たけし後であった。大東商家社、総工作無償採客2003年3月5日、自由時報乳牛の家旧牧場的由来年月日、 南部新栄鉄道地形公園京葉東鉄五分社、進むまたし2017年10月1日、自由地方新栄鉄道文化園区大島、高詞大南区、初新栄鉄道文化園、九五分社時刻表大島大南区所、高衝速、東鉄新栄車館へ中高車館イたり八郎屋館、お10月14日、星記録開始英遠。 新鋭鉄道文化園区 Facebook 2017年10月14日閲覧ありがとうございます。